こんにちは白井ミュージックの白井としみつです今回ご紹介するのはこちらはいえー、ナタールのスネアドラムでこのドラムセットと同じシリーズですね、えー、ウォルナットオリジナルの、えー、スネアドラムです、えー、サイズは14インチ ×5.5 インチのものを今回は、えー、使っていますこのスネアドラムですねえー、と一応ラインナップとしては サイズが13インチで5.5インチと6.5インチそして14インチで5.56.5そして8まで結構深いやつまであります、えー、45度のベアリングエッジで2 3ミリトリップルフランジフープでヘッドがですね、えー、と基本はエヴァンスのリバースドットとスネアサイドが300のやつが、えー あるんですけど今回ですねちょっとレモのヘッドですねえーコーテッドアンバサダーの00番ですねえとそしてまあこっちもスネアもねスネアアンバサダーになっていますなのでヘッドがですねえこのね箱から出した状況のものとは違いますがま割とね定番のヘッドなので逆にこっちの方が分かりやすいという人もいるかもしれませんねさあでは えー、叩いていってみようと思います。 いかがだったでしょうか。こう演奏してみた感じですね。結構音圧ドーンときます。えー、太いこうねローがしっかりとあるなという印象です。えー、今回ねこうタムもこうやってセットしてあるのでチューニングは一つのパターンでまあ、いわゆるまあでも結構これぐらいのピッチに収まりがちなのかなと思うんですけれども、えー、僕がちょっとミディアムハイぐらいかなと思うチューニングにしてあります。えー、一応、まあ スペック、ね、えい、ー、っていくとえー、さっきも言ったけどえー、ここだトライスロースネアメカニズムっていう、えー、ストレーナーナの構造がありますトライスローだから、えー、3ですね三種類ある、えー、こちらなんですけどさっき叩いた時に、えー、オフの状態そしてスナッピーが。 強い状態そしてプラスこうもう一回いくと弱くなった状態というふうに思想しているのでちょっと調べてもう一回見てもらうと分かりやすいかな、えー、オフフ強いいハーフっていう名前がありますねこの3つのポジションでスナッピーのテンションを切り替えることができるということで、えー、結構ねそこも面白いなとでまあこのブラッシュドニッケルハードウェアねこの黒い感じがね渋い。 感じですねこの木目と、ね、この黒が合わさって渋っていう感じになってますね。はいえー、でそうかまだこの説明僕読んでないか、えー、説明読みますね。えー、7プライアメリカンールナットのシェルを採用しバランスの良いクリーンなサウンドと豊かな低中域深みのあるトーンが特徴のスネアドラムです。 ドラムセットと基本的に同じ感じ最後はスネアドラムになった感じしますけどねえ木目を生かしたカラーとブラッシュのニッケル仕様のハードウェアがウォルナットのサウンドと調和し洗練された印象を与えますルックスサウンドともに美しい一台ですというですねまあセットのコンセプトと基本一緒ですねあのセットの動画もありますのであのぜひ過去の動画でちょっと見ていただけるといいかなと思いますえー印象としてはもう 演奏していてすごいモニターしやすいえ自分にねちゃんとこう変えてくるしえ結構ロックな感じフュージョンな感じとかえでも使いやすいセットだなとあ使いやすいスネアだなと思いましたえぜひこれですねあのなんか超ローピッチとかを8インチでやったりとかあの13インチでねカリッカリにしてみたりとかまあ13インチはダスダスなのも良かったりするのかな。あのー いろんなこうサイズもあるので、ぜひですね、こうなんか何種類か揃えてね、なんかナタールファンになってっていうのも結構面白いんじゃないかなと思います。なんかなんだろうチューニングしやすいというか整いやすいという印象がえこのナタールのスネアをあスネアもセットもか。 えありましてだいたいこれぐらいのピッチ感にしたいなと思ったら割とスーっとねチューニングできたという感じで音量感とかもえタムやフロアキックえすぐにねこう整ったという感じでとてもね使いやすいえ印象ですえぜひぜひ気になっている方はえ一度ポチッとしてですねえ手元に置いて育ててみてはいかがでしょうかではえ白井ミュージックの白井としみつでした